皆さんこんにちは。糸の構造の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授糸の構造先生に植物の伝位という話をお伺いしたいと思います。それでは糸の先生よろしくお願いいたします。こんにちは、糸野です。今日は植物の伝位を測ってみた話ですけども、植物 のちょうど根よりもちょっと地上の土よりもちょっと上に出ているところ の一番元のところに一本針を打って、でそれとその上の方の植物の状態のどこかの間の電位差をどのくらいの電圧が出ているか測ってみた。それで測ったのはこのエコガルのディジタルマルチメーターの TY720 というこういう装置を使ったんですけど、装置自体の入力インピーダンスが10メグオームっていうか、そこに接触した時にほとんど電流は流れないだろうというふうに常識的には思われるような、そういうレベルの入力インピーダンスで、そういうもので、針は本当は最初銅にしようかといろいろ思ったんだけど、銅線だと全然刺さらない、結局縫い針を2本使ってこれを刺してみた。これはオーガスターですけど、株の元のところに針を1本打って、葉っぱの葉っぱのああいう測りやったいところに針を打って、その間の電圧の変化を測った。で実は交流成分も載ってるので、それでこれはそれをオシロスコープで見てみたんだけど、これは後でどうもノイズだろうという、このくらいノイズが載ってるんです。だからあんまり意味がなさそうだけど、逆にそのくらいノイズの影響を受けちゃってる可能性はありますね、植物の方が。それでこれはオーガスタの気根ですけど、同じようにしてこう電圧測ってると、いろんな電圧が最初出てきて、だんだん測ってるうちに泥沼に落ち込んでいって、測る場所で違うので電圧が、これだいたい上の方だとプラス165mV と、一番先端のところは 165mV で、一番下のところはマイナス 176mV ですよね。プラスとマイナスに 300mV ぐらい違っちゃってて、あれはなんか一番根元のところに近いところとの間の電位差なので、そこでそのくらい違ってるので、ポジションによってなんでこんなに電圧、どういうふうに電圧が違うのかって、最初違うと思ってなかったのね、最初は。でこれはヒバの場合、ヒバの株元のところをベースにしていろんな葉のところを測っていくと、こういう電圧になって、一番成長点に近いところはマイナス160いくつで、途中はプラスのああいう値ですね。でこれはさっきのオーガストの葉っぱじゃなくて茎の場合で、茎の場合も測ってるうちにだんだんなんかいろんなとんでもない感じで、今度はベースを針を打って、途中の5ミリ四方のところの電圧を、そこからの電圧を測ってみたら、そのレベルでも電圧が違うんですよ。プラスに行ったりマイナスに行ったりかなりすると。だから必ずしもこれはクワゾミオの場合も同じで、だいたいプラスだけど一番上のところはマイナスで、ほとんど0ボルトに近いぐらいで、ちょっと外れると電圧がかなり違っちゃってるというような話があって、でこれはこれクワゾミオに関して、株というかある茎の根元の方からこう10センチ刻みだったかな、10センチか10ミリか20ミリ刻みぐらいで、ずっとどのくらい電圧が変わってるか下の方から測ってみたら、だんだん最初560mV ぐらいのところからずっと上の方に行くに従って、ずっと電圧が上がっていって、それからちょっと下がってというような、薄い紫の方は途中から茎が2本に分かれちゃってるので、分かれてる方の茎を薄い紫の方で測っていった、そっちはちょっと電圧がだんだん下がっていってるみたいな、とにかく電圧が違うっていうの場所によって、で電圧が違うっていうことをかなり丹念に調べてる論文というのはなくて、こんなこと多分やってる人は多分いない。これはちょっと黄色くなって枯れかけたオーガスタの葉で測ってみると、これはこんな感じです。だいたいプラスの電圧が出てる、この場合は。それでずっと測ってるうちにあることに気がついた。でどういうことかって言ったら、このヒバの場合は成長点っていうのがあるじゃん、なんか薄いなんか緑でなんていうか、成長点のところの金棒、茎の枝の上の方の分の方が電圧が低いってことが分かって、でどうもマイナスの電圧が出てるところっていうのはとてもその植物たちでアクティブなところらしいっていう、なんかなんとなくそういう相関があるので、
株の、茎の一番根元のところから見てマイナスの電位が出ているところっていうのはその植物として一番元気が良さそうだということが分かってからもう一回葉を測ってみたのね。でそうすると もっと訳が分からないことが現れて、マイナスの電位で低い電位になっているところがところどころにありますよね、中心の。でこれだともっとよく分からない。今度はなんか中心のところだけにして、葉っぱの一番根元のところから2センチ刻みぐらいでずっと測っていくと、マイナス80ミリボルトっていうのが1箇所だけあるよね。下から12センチがちょうど真ん中よりちょっと手前ぐらいで1箇所ありますよね。でなんか壺のような感じなんだよね、直感的に言うと。体の中なんかちょっと葉の中の得意点みたいなところがあって、そこがなんかその葉としての一番なんか中心部分のようなところがどうもなんか電圧が違う場所があるって。で実はこういうマップを作った人は誰もいないから、これ多分ね相当ちゃんと論文に発表しても面白いデータなのかもしれない。植物の経絡みたいな経絡みたいなものが見えてるのかもしれない。で今度はオーガスタに関してもう一つ大問題があって、電圧がかかってる時すごくドリフトするんですよ。でドリフト本当はあまりしてほしくないんだけど、最初パッと電極入れて電圧計のスイッチを入れると、入れた瞬間からずっと電圧が変化していく。でということはなんか電気のモデルから言ったら放電してるんですよね。そこに溜まってた電気が電極をつないだ瞬間そこがずっと流れて流れ出しているのかもしれない。ものすごく溜まってる電気は弱い電気だから、わずかな電流が流れてるだけで電圧が変わっていってるのかもしれないけど、そうだとしたら一番最初の電圧が正しい電圧ね。で今まで測った電圧ってみんなどんどん電圧がドリフトいくから、ドリフトしてるのが落ち着いた段階の電圧を記録したのが今までのデータなんですけど、それでもちょうどなんかこのグラフで、これはオーガストの場合だけど、ゼロっていうのが上の方にあって、マイナスの方にドリフトしていってるのがかなり多くて、なんか緑だけ逆方向に行ってません？ あれがだからある種得意点なんですよ。下の方から出発逆の方に行くようなポジションがある、そういうポジションが葉の中にある。だからそうするとこのパターンそのものがなんか面白いで、あれが成長点なんですか？緑が葉の元から数えて12センチのところ、さっきのやつ12センチがマイナス80ミリボルトでしょ。だからちょうど12センチのところが逆行してる、このパターン一つだけ違ったパターンに現れてる。面白いでしょ。それで火花の部分ってさっきのやつあんまりデータそんな強いのは出てないですよね。この火花これだとみんななんかプラス160マイナス165ミリボルトとかなんか上の方に2箇所ぐらい出てるけど、それ以外はそんなに極端にその電圧は出てないけど、実はベランダに置いてある方のもうちょっと大きなこのくらい1メーター強ぐらいある方の方で測ってみたら、その場合はどこを指しても株元からマイナスだと。だから元気がいい方がマイナスなんですよ。だから今までの見た感じから言うと、植物の中で同じ植物の中の体の中でも今成長しようとしているような一番なんか元気がいい成長点に近いようなところの方がマイナスの電圧を持ってて、でそれと明らかになんか違いがある。それとシャルベルガー的な感じで言うとすると、こういう生態の電圧が出てくることのが表面に出てきた時はその奥になんか非物質的な電位を生成しているメカニズムがあるんだと言ってて、で最後はそこに迫らなきゃいけないんですけど、今のところはそこに迫れるまでだけの材料がないので、まあ、そもそもねこういうデータ自体が世の中にあんまり存在しないから、こういうことがあるんだということをまず調べてみたというだけでもこの時点では意味があるかもしれないという話です。伊藤先生どうもありがとうございました。この話に共感された方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。どうも。